2017年の2月に入りました。今日はね、ツイートをしたものをちょっとだけ話して最初の方でね、その後に、今日の一言、後半今日の一言いきます。スウェーデンの、話です。いや、なんかね、今日からね、ツイッターとね、それから、インスタグラム。インスタグラムは、まあ、スマホ中心なんだけども、ツイッターと、ホームページと、それから、まあ、いろいろ、その日々の、いろいろ、それをね、いかにしたら合体できるかな、とか、いろいろ考えて、でね、すっごいね、昨日ぐらいからさ、ツイッターをね、中心に、どうしたらやるか、できるかっていうようなことをね、いろいろ考えながら配信しようとしてます。ところが今ね、ニュース見てたらね、東照美、60歳。キャー、昔のイニシエのヌードポスター持ってるよって、ツイート起こしちゃったんだけど、ポルノ女優、一括ロマンポルノとか言ったらどうなんだろう。うわ、ちょっと全然違うよ。これ、ポルノ女優かい。これが出てくるのかい。ってな感じで、ちょっと僕のイメージとは違うんだけど、日活ロマンポルノにすると、どうなんだろう。しか言わないけど。なるほど。よし。自分で打ったタグをちょっといろいろと順序立てて。ああ、面白いね、タグをね。どういうこと？やっぱし、あずまてるみだと、あずまてるみが出てきますね。それは出てくるよね。あずまてるみのタグだから、あずまてるみが出てきますね。まあ、こんな感じで。これちょっと遊びでね、最後にやっちゃったんだけれども、あとこれね、これかっこいいっしょ。Android のね、アプリで、自負動画を、普通に、メールの、まあ、言葉の、アプリ、なんだっけね。自負動画でできるかっこいいやつで見つけて、これを使いました。政治家、およびマスコミは、国民に対する情報を正確に伝えよ。ニュース番組、バラエティなどの司会者関係者は自分のことだと認識せよ。ネット上の情報が食い違いすぎ。ネット上の情報が間違いならばしっかり否定しろ。これはちょっと文字間違えました。誰のための報道だ。イルミナティのためのものかいって言いたくなるよね。本当にムカつくよね。テレビの報道って。ネット上でいろんな意見あるのにさ。なぜテレビの報道がこんだけネットでいろんなことを言わせといて否定をしないのか。ほっぽっておくのか。どっちを国民が信用すればいいのか。だよね。でね、まあアプリとかや本当のツイッターのやりやり、どこって書いたんだけど、ツイッターのね、いろんなツイッターのやり方があると思うんだけど、僕の場合今こうやって YouTube に自分が今日一日
載せた投稿を元にして、ツイッターを今やろうかなと思ってやり出しました。なぜかというと、日々の、まあ、一応旬のネタ、旬のネタというよりも自分が興味のあるネタをね、入れてるだけなんだけども、まあ、たまたま、ツイッターをやり始めたのでね、再度真剣にね、ツイッターずっとやってました。もう何年もやってます。ところが、改めて、ツイッターと自分のブログを連携させて、いかに効率よく配信できるかを考えてもう一回やろうと思って。そしたらね、こんな記事があって、で、ツイッターを極めた、ウェブサービス68選というね、すっごいいろんなのが載ってるので、これじっくり後から読んでみようと思って。ねえ、こういうこともできるし、ツイッターってのはね、これ便利だよね。これ日々のね、行動をこれでまとめることができます。そして、河野洋平と息子の太郎は本当に日本人ですかっていう記事があったんで。これね、日本人でも何でもいいんだけどさ、やってることだよね。言ってることだよね。果たして、この記事もさ、ちょっとおかしいけど書いたんだけどさ、自民党から出て行ってほしい。自民党には日本の国益を売る売国奴が揃っている。まあいろんな名前書いてあったけど、どうなんでしょうね、自民党と、まあ民主党の前、この頃民主党っていう名前だったから、今なんだっけ、今何党だっけ、今何党だっけっていうくらい、これ2009年の記事なんだけどさ、ヤフー知恵袋2009年です。いやいやいや、それではね、きっかけの一言、毎日更新中に移りました。2017年の2月の2日、スウェーデン人の男性、あ、ちょっとこれ更新しなくちゃいけ、ちょっと待ってください。さっきね、リンクをつけたばっかしなので、まだ更新してませんでした。これヨーロッパのね、鉄道旅というね、これはね、NHK の BS で、関口博士の息子がやってる番組なんだけど、ちょっと3日連続でその番組からね、2月の2日、2月の1日、1月の31日、その番組から引用してしまいましたが、このね、スウェーデン版なんだけど、ヨーロッパをね、鉄道、関口智弘、旅の番組なんだけど、まあ、非常にね、要所要所、これ最初からね、アポイント取って歩いてんだよね。本当に行き当たりばったりで、ヨーロッパの都市の、その面白いところを探して歩くようなものではなくて、ちゃんとね、待ってくれている人がいて、そのところにね、ちゃんと、こう、アポイントした後に、その面白い場所とか、その待っていてくれている現地の、まあ、何かをやっている人々たちがしっかりと、まあ、例えば家の中にまで連れてってくれたり、いろんな説明をちゃんと前もって、打ち合わせ済みでやってくれる番組なので、まあね、だから、まあ、やらせってばやらせなんだけども、やらせも入って出ても面白いですね。それでこの、まあ、スウェーデン特集は特にちょっと面白かったので、3日連チャンになっちゃった。過去にもね、この
ヨーロッパ鉄道旅自体は僕もここに言葉として記録はしてるんだけど、スウェーデンが3日連チャンにたまたまなったので、まとめて今このように喋りたくなったので話してるんですけどね。まあこれでスウェーデン人の男性の言葉、僕たちは税金が大好きなんだ日本人税金大嫌いでしょ。スウェーデン人はね、税金が大好きなんだよね。なぜならばね、ウッドベース教室も子供の医療費もタダなんだよっていう、ね、スウェーデンの、まあこれはね、お父さんだよね。子供がいる、赤ちゃんがいるお父さんだよね。そのお父さんがね、たまたま話してたので、これをしました。ちょっと後でリンク先を紹介しますけども。で、もう一個。2月の1日は、スウェーデンでは自然共有権あり。人の庭でも果物を取っていい。自然は個人の所有するものではなく、みんなのもの。これはね、例えばね、魚であったり、果物であったり、そういう一般、自分の土地以外のね、一般的な、公有地。まあ、公有地なんだね。そういう山とかね、畑とかね。そういう公有地。まあ、人が農業としてやっているような人のね、ものを取ってはいけないと思うけども、いわゆる、自然に育ててるものとかね、そういったものは、誰もがね、隣の人であれ、誰もがね、取ってもいいですよっていう、そういう。自然は、個人の固有のもの、所有物ではなくって、全員の人間、人々全員の共有の財産だという発想だよね。それが自然共有権っていうんで、これは非常に発達してる国でもあるということで、日本と全く違う、他の国ともおそらく違うような、そういう法律があるんですね。それが面白かったので書いてみましたね。それともう一つ、遡った1月の31日には、カール・マルムステン。これちょっと文字が、おそらく合ってると思うんだけど、カール・マルムステンという、ちょっとスウェーデン語のあれだろうから難しいお名前ですけど、自給自足のデザイナーが作った学校。まあ、工房みたいな学校ね。で、スウェーデンのね、バイキングの島にてっていう、バイキングが住んでる昔の島なのかな、これね。関口さんが、まあ、ここを巡ったんだけどね。衣食住のすべてを作る羊毛の不織布で、ランプシェードを作る。例えば、そういう場面も、放映してました。まあ、染色とか陶芸とかね、木工とか農業とか、エトセトラ、いろいろなものを、結局、自給自足みたいな生活をしている、その、ま、生徒、学生というか、工房の人たちがね、染色、陶芸、工業、農業、その他いろいろもっとあると思うんだけど、そういうものを紹介してたんだけど、それをね、作ってるんですよ。で、例えば、その教室内にある、テーブル、椅子、机、そういうものすべても、自分たちで作ったものを使ってる。まあそれがね、ヨーロッパはまあ木の国、木材の王国みたいな感じの印象があるんだけど、非常に、まあ、素人じゃなくって、みんなプロ級の腕でね、それぞれの分野を作ってるんですよね。それが非常に興味を持ちました。ちょっとリンク先に飛んでみましょうか。まあこんな感じのね、ヨーロッパの鉄道旅ということで、放送予定も書いてあると。まあ、今日はね、たまたま2月の3日なので、今日の朝7時からスウェーデン5日目。で、夜の11時から、11時半からか、再放送が。そんな感じで、まあ、行くような予定でしているんだけど、スウェーデン編。このね、すごかったよ。これ、
たまたまスウェーデン編でここのトップになってる、これ4日目とか書いてありますけどね、トップになってるんだけど、このグラマーの女性3人組、この3人組の家の中にまで、これね、なんかシェアハウスっていうか3人で共同生活してるんだけど、シェアハウスで、この子たちもね、月にね、国からね、学生なんだけどね、学生なんだけど、月に、国から5万ずつぐらいかな、援助金、補助金があってね、援助金って言うと援助交際みたいになっちゃう。援助金じゃないよね、補助金だよね。補助金が出て、学校のその、なんていうのかな、学費みたいのも、これも確かタダだったと思うけどね。そういう非常に社会的なね、ものが、整ってるということですね、スウェーデンはね。それで先ほど言ったこの子供、赤ちゃん。これがその、さっき言ったお父さんね、税金が好きだって。僕は税金が大好きなんだって。お父さんの子供。まあ、こんな子供がいるから、この世間口が、ちょうどその話をしてると思う。税金が好きな国民なんていないでしょう、みたいな。そういうような会話をしていましたけども、好きなんです、ってことですね。それで、それが、これがね、その学校、さっき言った、この学校で、これが案内をしてくれた、二人の人。ちょっとこの子ね、男っぽいんだけど、女の子っぽい、どっちかわかんないような、ちょっと中性的な、アントロジナス的なね、このちっちゃいぐらい。まあ、成人なんだけどさ、非常に面白い子でした。頭はこんなね、丸刈りにしてるんだけど、女性っぽい声で、背も低くて、アントロジナスでしたね。まさに。わかんない。なんだか。で、こんな感じで案内をしてくれてると。で、こう一日目からずっとね、こう案内。これはね、このページは、まあ、これから先の放送予定も含めて書いてあるんだけど、これは NHK の、ヨーロッパ鉄道旅。関口智弘か。ね。ヨーロッパ旅の、これは、ホームページですね。まあ、そんなところで、今日は、この辺の話を中心にしました。こんな風にまた話していくようにしましょうかね。ちょっとリラックスして、またね、今日も、部屋の中に今、コオロギがいるので、コオロギが泣き出してしまって、うるさくなりそうなので、ここら辺で終了しましょう。それでは、また。